でっていう、本当なんでっていう感じでしたよ。ここなのに70キロも離れてる。今の時期だとすごいこう毎週ぐらい注文入ってくるんだけど、今年はもう全然いっぱい入ってこないから。売ることによってテロリストだとか毒を作ってるのかとか、放射性物質が入ったものを食べさせたいって思ってる親は世の中に一人もいないと。ゼロにしたい、だからゼロにしたいんですよ。系統立てて理論的にどうやったら安全になるのかっていうのをもっともっとやっぱり考えてください。やっぱり田んぼはこうでなきゃダメだよ。